はい、こんにちは、ポップです。今回もビットコインのチャート解説を始めていきましょう。いつも通り、講座はバイビットの講座を使いながら、そしてチャートはスタンダードではなくトレーディングビューのモードを用いて解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。それでは早速ビットコインのドル建てのチャート拡大していきましょう。 昨日はね、乱高下したように見えたビットコイン US ドルの動きでございますが、よくよく見てみますと、過去のサポートラインやレジスタンスラインですね。これは事前に引いておりましたラインでございますが、ここが機能しまして、今、レンジ相場にこれは移行してきたというところがね、見てわかるかなというところでございます。まずね、直近のサポートライン、この21,600ドル付近に引いていますが、 これは過去のレジスタンスラインを参照としておりまして、過去ね、ここ、1回、2回とレジスタンスを食らっていた。そして過去のレジスタンスは、一旦上抜けますとサポートとして機能しやすい。といった形でね、21,600ドル付近、このあたりで一旦はサポートを受けたという状況でございます。それに対しまして、レジスタンスラインですね。 これは22,500ドル付近に、これはね、兼ねてから引いていた形でございますが、チャートの縮尺、広げていきますと、はい、こんな形でですね、過去のレジスタンスラインをこちらは参照にしております。このね、三角の持ち合いの起点となりました、この大きくね、上髭をつけたところ、ここがちょうど22,500ドルでございましたので、まあ、こういったところからね、まあ、事前にある程度ね、推測できた22,500ドルのレジスタンス。 こういったところがね、昨日は昨日しまして、こちらの方ね、もう一度チャートの方を拡大していきますが、このような形でですね、1回2回とレジスタンス。ここも大きな上髭を伴いながらのレジスタンス。このような形でね、結局は21,600から22,500。この間をうろうろしたような状況。そして移動平均線がね、右肩上がりで、その上側で推移しているときには、 基本的には押し目をロング。移動平均線の上側でローソク足が陰線から陽線に反発したところでロングを取ろうというような、ね、お話をしておりましたが、今となっては移動平均線をまたぎながらウロウロしまして、その結果移動平均線24の、ね、数値でございますが、これが横ばいになってきた。まあこうなりますと、サポートレジスタンス21,600から22,500。このレンジ相場を想定をしてもいいんじゃないか。 こちらね、表しますと、このような状況ですかね。21,600から22,500。まあ、こういったところをね、うろうろするようなレンジ相場に移行したんじゃないか。このような考えが、私はね、読み取ることを考えております。そう考えますとね、昨日、じゃあ抜けたじゃないか、割り込んだじゃないかというね、意見もあるかもしれませんが、ここのところをね、冷静に見ていただきますと、ちょっとね、ラインの方は引かせていただき、これは消させていただきますが、よくよく上抜けたんですが、 この22,500ドルの上側でサポートは入ってないですよね。要線から陰線にすぐ切り替わってしまう。こちらもね、上髭ですぐ戻されてしまう。これはいわゆるレジスタンスが効いてる状況。えー、もしね、レンジブレイクという形になりますと、一旦上抜けてから、その上側で陰線から要線の、こういった形でね、えー、まあ青色、えー、青色から赤色に22,500ドルの上側でなるかどうか。 まあこれが出ておりませんので、レンジブレイクではないという判断でございますね。逆に下方向も見ていただきますと、この21,600ドル割っているじゃないかというところもあるんですが、基本的にはレンジブレイクというのは、割り込んでからの陽線から陰線、割り込んでから赤色から青色に変わるロウソク足まあこういったところが起きなければレンジブレイクとは見なされません。まあ、そういったところからいきますと、今後もですねまあレンジブレイクを気にしつつ、 基本的にはこのようなサインが出なければ21,600ドル付近で買って22,500ドル付近で売る。こういったところがね、成り立つこと、成り立たせることができるかなと考えておりますので、基本的にはレンジ相場。こういったところでね、もう一度えラインを引いていきますと、こちらのところですね、21,600ぐらいまで今落ちてきておりますので、この下側での陰線から陽線に切り替わる。こういったところでね、しっかりとロングを取りつつ、 上方向に行った場合は22,500ドル。こういったところで要線から陰線。切り替わったところでショートを取る。このようなレンジ相場を少しの間続けていただいてもよろしいかと思います。しかしながらね、レンジはいつかは破れてしまう。 そのサインとしましては、今お話しした通り、22,500ドル超えてからの陰線から予選。今までの上髭だとか、これですぐ戻ってしまう。まあそういったところではなくて、サポートが入った場合には、このね、レンジの方法は捨てていただく。下方向もですね、ただ単に破っただけではなくて、割り込んでからのレジスタンスですね。これが起きた時にレンジブレイクという形になりますので、まあ次のサポート等を見ていただく。そのような考え方が必要になろうかと思います。 そしてね、上方向、特にショートは気をつけないといけないと思います。22,500ドル。これ超えてしまいますと、どのような状況になるかという形でございますが、超えた場合ですね、ちょっとチャートの縮尺を変えてみましょう。 はい、こんな形でね、過去の高値、この22,500ドル抜けますとね、真空地帯が広がっております。よって、過去に出来高がないという形になりますと、大きくね、上方向にピョーンとね、跳ねてしまう。まあ、昨日もね、この上髭という形で、一旦大きく跳ねたというところがありましたが、まあ、こういった状況にもなりかねないという形でございますので、高値付近のショート、ここはですね、しっかりと、えー、陽要線から陰線が出てきた場合、そして、えー、ストップロス、損切りをね、必ず入れる。 こういったところがね、必要になろうかと思いますので、ぜひね、高根県のショートというのは、えー、こちら、レンジ相場とはいえども、抜けてしまいますと、真空地帯が広がって走りやすい。えー、どこもね、えー、ここ直近では、売買が成立してないエリアという形になりますので、このあたりでの逆張りのショートというのは、抜けやすい、えー、抜けたら走りやすいので、えー、非常にね、これは注意をいただく形になりますので、よろしくお願いします。 はい、えー。ということでね、今日はレンジ相場の可能性が強いというところ、21,600から22,500。しかしながら、22,500。ここ、レンジブレイクしたら危ないですよというね、えー、解説をさせていただきました。皆さんのトレードの、まあ、一つでもね、えー、お役、参考に立てれば、えー、なればという形を考えておりますので、えー、今後ともよろしくお願いします、えー。ポップがお送りしました。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また、他の動画でお会いしましょう。バイバイ。